11月3日、松山大学で経営学部のゼミ生による活動報告会が行われました。松山大学経営学部では、研究の成果報告や情報共有の機会を設けようと、毎年この時期にゼミに所属している3年生が中心となり、活動報告会を行っています。今回の報告会には、65グループ、およそ260人の学生が参加しました。報告会では、持ち時間20分の中、企業と連携した活動やフィールドワーク、企業分析、そして経営情報の話題などをテーマに、活動内容が報告されました。このうち桜ゼミでは、30周年の戸部動物園を盛り上げると題し、自ら作成したアンケートをもとに塗り絵ができる動物カレンダーや動物の写真に一言を加えたカレンダーを戸部動物園と連携して商品化を目指していることなどを報告しました。さまざまな研究発表を行ったこの報告会、活動の幅を広げるいい機会となったようです。